産業革命以降、ヨーロッパでは王権を打倒しようとフランス革命を筆頭にヨーロッパ市民の革命が激化していた。そんな戦争の絶えないヨーロッパから外れたロシアやアメリカではまた別の動きが起きていた。ロシアはさらに盤石な国家にするために冬でも凍らない港を求めていた。この凍らない港を求める南下政策がついに日本との戦争を招くことになる。それはどういう経緯なのか。またイギリスから独立を果たしたアメリカだが、今度はアメリカの南北で戦争が起きることになる。なぜアメリカ国内で戦争が起きることになったのか、ロシア、アメリカのパートに分けて解説していくよ。くそ、冬になるとカチコチで全く貿易ができねえな。ロシアは寒すぎて広すぎんだよ。だな、俺たちはずっと求めてるんだよな、凍らない港、不凍港。モスクワ遠征によりナポレオンを討ち取ったロシアは、ウィーン体制以降は主役となり、ものすごく勢いづいていた。よし、この勢いで一気に不凍港を手に入れるぞ。そこで狙うのはやはりボスフォラス海峡とダータネルス海峡だな。でもあそこはオスマン帝国がまだ支配してるんだよな。だったらセルビアもルーマニアもブルガリアのやつらも味方にしましょうよ。あいつらオスマン帝国に支配されてますが、ゆくゆくは独立を考えていますよ。おお、それはいい情報だ。そこから一気に攻めていくぞ。こうした一連の動きからクリミア戦争が勃発した。ロシアはオスマン帝国を一気に襲い、ついに悲願の不凍港を手に入れた。が、しかし、あんまりにも強引すぎるだろ。ロシアはイギリス、フランスの皆さん助けてくださいよ。これはちょっとロシアは少し強引すぎるわね。そう思わない、ナポレオン三世？ビクトリア女王さんもそう思いますか？これ以上ロシアを野放しするわけにはいかない。こうしてイギリス、フランスという最強タッグによりロシアは結局クリミア戦争で敗北。パリ条約により両海峡はおろか国会にさえロシア海軍を置けなくなったのだ。くそ、クリミア戦争が敗北したのはイギリスやフランスがタッグを組んだそれだけじゃない、ロシアの産業革命が不十分だからだ。イギリスやフランスと比べて軍艦も大砲も歴然と差があった。こうなったらまずロシアの農奴解放だ。奴隷を使っていやいや領主に働かせるのではなく、自衛農民を育て上げて国力から力をつけていくぞ。そうなったらお前たちはもう自由だ、解放しろ。いや、結局お前たちは自由だっつったってさ、農地をする土地も買えねえわけよ。結局借りて細々とやっていくしかねえじゃねえか。何が農奴解放だよ。農民に不満は残るものの、ロシアはそれでも徴兵制を実施し産業化を推し進め、再びオスマン帝国にクリミア戦争のリターンマッチを起こすぞ。行くぞオスマンへ。このロシア・トルコ戦争ではロシアが勝利。ついにオスマン帝国からルーマニア、セルビアにモンテネグロ、ブルガリアも独立させた。こいつらをロシアの保護国にして、ブルガリアの凍らない港を使わせてもらおう。つまりはブルガリアを保護することによって、ついにはこの不凍港を手に入れたんだ。いやいやいや、これではロシアが強大化して世界のパワーバランスがやばいわ。ベルリン会議を開いてブルガリアの地中海沿岸はオスマン帝国に返還させようじゃないか。いや、ビスマルクさん、その通りですね。ロシアはあまりにも調子に乗りすぎている。このベルリン会議によって悲願のブルガリアさえ縮小体制により、ロシアの不凍港は入れなくなった。あ、もう何なんだ、地中海への強引な進出はやはりヨーロッパを敵に回して全くうまくいかないな。こうなったら方向を変えよう。そう、東へ行こう。東アジアへ凍らない港を手に入れるため、まずはシベリア鉄道を作っていくぞ。このシベリア鉄道の先の凍らない港とは、日本や満州、朝鮮半島の港を取り合うことを意味している。日露戦争はこうしたロシアの方針転換によって引き起こされたのだ。
そして日露戦争に敗北したロシアは再び地中海へ南下、第一次世界大戦が勃発するのである。一方でアメリカはイギリスからの独立以降、西への拡張政策を進めていた。どんどん西へ進めろ。西への拡大を進めると、今度はアメリカ内で南北で対立が生まれたのだ。その理由は奴隷をどうするか。南部では農業が中心だから安価な労働である奴隷は必要だよな。貿易でもどんどんイギリスに綿花を売りつけるために自由貿易を進めていくぞ。いやいや、それは南部の理由だろ。北部は商工業が中心で質の高い商品を作っていきたいんだ。奴隷ではなく教育が与えられた市民が必要だ。自由貿易で安価なイギリスの商品が入ってきても都合が悪い。むしろ保護貿易でアメリカを推し進めていきたい。なんだリンカーンのやつら。こうした奴隷の面でも貿易の面でも、アメリカの南北は別の国と言えるほど対立が激化した。そこで北部のリンカーンは考えた。商工業が中心だということで、商売を理由に南部と戦ってもなかなか勢いがつかない。そうだ、ここは大義名分が必要だ。そうなったら奴隷解放宣言を出そう。アメリカの皆さん、この南北戦争で私たち北部は何をしたいのか。それは人民の人民による人民のための政治をしたいのだ。奴隷は今すぐ解放させる。イゾリンカー、我々のためのアメリカだ。イゾリンカー。こうして北部は勢いづいていき、ゲティスバーグの戦いで勝利。アメリカは北部から統一される。が、奴隷は自由を与えられたものの、土地も仕事もなく、結局元の奴隷主のところで無作人として働くことになったのだ。さあ、いよいよ絶対王政以降のヨーロッパの駒は揃ったよ。イギリスは産業革命と海外進出により帝国化を進め、やった、フランスはナポレオン3世により海外進出を図りながらもプロイセンに負けて、プロイセンに恨みを持つ。なめんなよ。そのプロイセンはオーストリアを外しドイツ帝国を作った。外されたオーストリアはイタリアの一部を支配しながらも、そのイタリアは統一を図った。一方ロシアは不凍港を求めるため何度もヨーロッパに南下した。さあ行くぞ。アメリカはイギリスからも独立し、北部がアメリカを統一した。この世界の構図が第一次世界大戦を勃発させる。